クライスカット改装後の店舗パレマルシェマタホとは、かつて、愛知県名古屋市西区マタホ町にあった、パレマルシェのスーパーマーケットである。都市再生機構の賃貸住宅、また保団地が、敷地内に隣接していた。長年、名鉄パレマタホ店の店名であったが、業務委託が株式会社パレに変更されたことに、伴い、パレマルシェマタホに改められた。かつては、 南側の隣接地にこの店の名前を冠したプール施設、名鉄ストアまたホプールがあった。現在その跡地はこの店の駐車場の一部となっている。北側には名鉄産業が経営したガソリンスタンドがあったが、これも閉店となり、跡地はやはり駐車場の一部となっている。また、周辺にかつて存在した大型商業施設では、 ダイヤモンドシティ明材ショッピングセンターがあった。2009年2月25日をもって、パレマルシェの店舗としては、完全閉店。同年2月28日、オークアのディスカウント携帯店舗、プライスカットまたホとして、リニューアルオープン。2015年1月19日19時をもって、プライスカットまたホの店舗としても閉店した。その後、そのまま建物は残されていたが、 2016年11月から解体工事が開始され、同年12月下旬時点で、さらちの状態となった。平屋建ての建物。一貫して各種食料品及び日用雑貨が売り場を占めている。後に、それらに加え、種類や一部の雑誌も扱っていた。名鉄ストア時代は、建物北側に出入り口があったが、名鉄パレに、店名変更した時期に解体。 立て直し、出入り口が建物の南側に変わった。ありがとうございます。